もなくスタートしましたね。さあバックがここで1台獲得点と、先行したのは小野田選手でしょうか。高野選手は、まあ、緊急スタートの勢いを生かして、トップを突破しておりますが、2番手には海保奈良選手がつけております。さあ伊藤選手がそれに食らいついていく感じですが、その後ろ大野選手はの、表彰台の権利を残しております。さあ、海保の選手は現在、14秒553まで出して、トップを突破しております。さあ、1分経過してトップは海野選手、2番手に海野選手、3番手に伊藤選手、さあ伊藤選手の前の海野選手がテールドッグで急に回ってしまいましたが、ここで3番手、表彰台をかけている3人の争いが始まりましたね。さあもちろん、3番手のトップ以外の選手の、順位も及びますが、まずは3位、2位でもらっていないと表彰台の権利は、脆いてしまいます。さあ海保選手の真後ろにつけるのは伊藤選手、その直後に大野選手、現在、2位争いを行っている3台が、バックサイドのストップをします。さあ1回のミスも許されない状況で現在レースが進行しています。 BMW クラス AMA 第3レース、さあ、海保選手、前で、ラッチを抑え込んでます。さあ、大野選手がちょっと離されてきましたが、もう一回食らいつくことができるか、時計の方は残り3分ですね。まだまだ時間があります。さあ、伊藤選手もかなりのペースで海保選手に2度発揮しております。ストライクはほぼ全員一緒ですね。さあ、海野選手のみ唯一18秒553。さあ、もう一人の18秒台は、大野選手ですね。大野選手が18秒台に出して、追っかけておりますが、ちょっとの差が広がってしまってですね。さあ、2番手を走る海野選手の前に、バックマーカーが出ております。中島選手、そのまま大野選手まで、開けていただくと、松田さんありがとうございます。さあ、4番回車で、車が1台止まっております。さあ、カイト選手、今ホームストレートを走ってバックで出てくる緑、白、ピンクの車、X で、カイト奈良選手が現在2番手、その後ろ、伊野選手が、テーブルバックで、転がっている隙に大野選手が前に出てきました。伊野選手さらに、転倒。さあここで伊野選手は豊田選手にかわされて5番手。さあ大野選手も海保選手との間が少し広がってしまいましたね。さあトップの海保選手は、単独で12周目、海保選手も、3番手の大野選手とは、なんか、エキドセクションの基本といったところでしょうか。さあ、一切のミスが許されない、第3ヒート、第3レースですね。残り1分となってまいりました。トップから海保選手、海保選手、大野選手、豊田選手、伊予選手、西川選手、前田選手、亀井選手、中島選手、山崎さん、中島選手と、以上9名で、走行となっております。さあここで、インフィールド1台スタック。さあここは4番手を争っている豊田選手と伊予選手のようですが、どうやら、伊予選手が抜けたようですね。さあ海保選手は大野選手を引き離してちょっと楽な展開。現在バックスタートを走行する緑と白ピンクの車が、海保奈良選手。さあここで、各車が、最終ラップに入っていくそうですね。はい、全車これでファイナルラップですね。海保選手は17周目、
海保選手も17周目。さあ、海野選手はここでゴール。石川選手ゴール、亀井選手ゴール、海野選手トップでゴール。伊予選手、前田選手、豊田選手ゴール。